怖いんだよね、これ。ワンちゃんもっと目を大きく開けてくださいね。入りますよ、入りますよ、みたいな。ハピメンチャンネルのさえです。ついに私、コンタクトデビューしました。イエーイ。学校での授業中と家での勉強の時にメガネをかけていたんですけど、日常生活をしている中でちょっとずつ不便な点っていうのが、まあ、本当に不便でも生活できないってほどじゃないんですけど、なんかところどころね、何かがある時にちょっと見えづらいなって思うところがあったので、メガネもこのかけるとフレームが見えるじゃないですか。そう、なんか見えてるフレームが嫌で、なんかフレームの外に見える裸眼の世界みたいなのがちょっと嫌で、なんかママが今コンタクトつけてるんですけど、そうするとなんか360度世界が変わるよっていうのを言われて、嘘だって思ってちょっと気になったので、今回の冬休みのめっちゃ後半にコンタクトに変えてみました。というわけで本当に冬休みギリギリの前に変えたので、今日でコンタクトに変えてから1週間が経ちました。そしてもう一つコンタクトにした理由があるんですが、2月の上旬に私の学校でスキー教室というものにちょっと行くんですけど、私スキーするの初めてで、そもそもね雪山に行ったことすらないので、ちょっと楽しみな反面、雪山でスキーを滑るのに視界が、目が悪いと目の前に何かが急にフッてなった時に見えなかったり、雪であと白く反射したりして余計見づらくなったりとかするので、メガネをかけたままゴーグルするのも怖いし、あとなんか自分の身の安全のためでもあるので、コンタクトにした理由の一つでもあります。今朝なので裸眼なんですけど、ちょっと今から実際にコンタクトつけるんですけど、私がね今つけてるコンタクトがこちらです。ワンデイのコンタクトをつけてみます。ということで今1週間つけてた生活をしてたんですけど、やっぱりね全然世界が変わります。半分、まず右から私よくつけるんですけど、右つけた瞬間に右がすごいよく見えて、左だけがぼんやりした感じなので、よくつけるときにこうやってます。外す、コンタクトをつけるのがすごい苦手で、外すのがすごい得意になってきたんですけど、まだつけるのがなかなか慣れなくて、朝の支度もバタバタしてます。ということで今からこちらのコンタクトをつけていきます。まだ1週間しか経ってないので、めちゃくちゃ下手くそで、なんか入ったって思ったのに、なんかまばたきした瞬間にボロって垂れたりとか、すごい下手くそなんですけど、ちょっとつけていきます。でもね、1回コンタクトをつけちゃうともう楽でしょうがないです。なんか本当にワモの言ってた通り、どこを見てもメガネのフレームが見当たらないんですよ。なのですごい楽です。では早速今からつけていきたいと思います。ではまず右目からつけていきます。なんかさ、コンタクトに裏と表があるって教わったんですけど、実際ちょっといまいち裏返してみたりとかしてるんですけど、違いがよくわからなくて、入ってた方向につけるようにしてます。ね、そうしたら一応大丈夫っぽいのでやってます。でさ、こんな感じ、うわー怖いよね。なんか最初つけるときに眼科でなんか試してくれるじゃないですか、なんかつける練習みたいなの、もうめちゃくちゃ怖くて、なんか目に異物を入れてると思ったら、私の目本当にどうなっちゃうんだろうって感じで、でも世界変わりました。教えてくれる人が女の人だったんですけど、めちゃくちゃ優しくて、私めっちゃビビってすごいチキってたので、全然目に入らなくて、でもね優しく待ってくれて応援してくれて、なんか逆に申し訳ないなって思っちゃいました。それでは行きます。コンタクト、なんかこうやってやってさ入れるらしいんだけどね、ちょっとライトをここに当ててほしい。めっちゃ怖いんだよね、これ。あんちゃんもっと目を大きく開けてくださいね、みたいな。入りますよ、入りますよ、みたいな。最初は女の人が入れてくれたんですけど、ちょっと次からは自分でやってみましょうとか言われて、そのままやらされて、どうしたらいいのみたいな感じで、目に突っ込んだらちょっとポロッと落ちちゃってみたいな感じですね。ではではでは行きます。これさ4分くらいかかんだよね、私絶対に。そう、ここまではいいの、ここまではで入ったなって思って、こうやって下向くとポロッと落ちるんですって。入ったくね、入った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 、
いつも朝めちゃくちゃ時間かかるんですけど、一発で入りました。では次左目いきます。こんな感じですね。いきますよ。入るかな。本当になんか右か左かって言ったら得意かって言ったら右の方がまだ得意だったので、左はね全然入んないの。こうポロッと落ちちゃう感じなのね。左開いてくれ。え、あ、入った。ちゃんと、え、すごい、動画だけ成功する。え、毎日動画撮ってようかな。は、入りました。一発、マジでめちゃくちゃ見やすいです。本当になんか全部丸見えって感じ。やっぱあのカメラがですねよく見えますね。という感じでですね、私の初めてのコンタクトデビューは中1でした。なんか初めて眼鏡つけられた時にすごい感動したんですけど、撮る時がなんか眼科に目玉の標本があって、なんか目玉をこんな感じでなんかつまむようにちょっと強く掴んじゃった方がいいかもとか言われて、目玉掴むのって思って撮ったんですけど、最初は撮る方が難しくて、なんか撮れないってなって、ちょっとママからアドバイスいただいたのが、あのキュンデスポーズして撮るといいよって言われたんですけど、私的には撮りづらかったので普通にこうやってつまんで撮ってます。で、あの毎日つけるのもあんまり良くないと思うので、あの眼科の人から言われたのが、この私ぐらいの子供の頃は視力が変わりやすいらしいので、あの土日はね目を休ませるっていうことで、コンタクトはお休みにして、あの平日ね学校がある日につけるようにしてます。ということで、あのスキー教室のためにもこれからのためにも、ちょっと今回は私初のコンタクトデビューしてみましたという動画でした。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。